はい、こんにちは、伊藤信弘です。今回はですね、はい、こちらキッチンのね動画になります。はい、キッチンをご紹介するというよりもですね、はい、こちらですね、ちょっとね見づらいんですけど、キッチンのこれ蛇口っていうんですか、シャワーっていうんですか、なんて言うんでしたっけ、そう、この水道部分、手洗い場の部分シンクの部分、まあこいつですね、こいつのご紹介です。はい、ちょっと散らかってるんですけどね、すいませんね。ごま油があったりとか、飲みかけの缶とかがあったりするんですけど、わざわざ見えてないところまでね紹介するのなんでやってんっていうね、そういうこともありつつ、まあ、ちなみに僕はですね、まあ、なんとなく見てもらえば分かるんですけど、なんとなく白で合わせてます。白が好きなんでね、はい、白とシルバーで合わせてますね。はい、まあ、あと黒の食器もね、なんか最近いいなって思って、ちょいちょい本当にちょいちょいですけどね、買ったりしてます。はい、そんな感じで、まあ、今回は、こちらのね、はい、水道のシャワー部分のご紹介ですね。はい、もうこれはですね、この今この動画、今この動画というか、ここ今これです。はい、今この状態今現在は2023年の、ね、12月にね撮影しているんですけれども、交換したのはもうね、1年も前か2022年にね交換してるので、もう約1年以上使ってます。もう何でしょう、何の不具合もなく、めちゃめちゃ快適にね使い続けられているので、皆さんもね、もしよかったら、まあこいつじゃなくてもね、シャワーヘッド変えるっていうこともすごい簡単にできるので、ぜひ変えてみてはいかがでしょう。まあ変えてみてはいかがでしょうというか、まあご参考に、ね、なれば幸いです。それでは交換している模様をどうぞ。はい、今回はこちらのキッチンのシャワーをつけていきます。はい、しつこい汚れを細かな勢いシャワーで洗い流すというね、三元さんのものです。こちらのボタン一つでね、シャワーとストレートを切り替えることができて、こういうアダプターみたいなやつもねついてます。はい、裏はこういう感じです。はい、まあ、あんまり僕サイズ測ってないんですけど、まあ、つけれるでしょということでね、つけていこうと思います。キッチンの蛇口はこういう感じのやつですね。はい、こういうタイプのものです。いろいろね、このシャワータイプのもの調べたんですけど、こいつが一応レビューも一番高いし、あと悪いことはあんまり書かれてなかったので、唯一の悪いことというのはですね、このサイズ感だけが悪かったんですよ。結構でかいので、これ、ね、結構でかいっていう、このつけた時の、これまで僕はですね、加湿器のですね、水を入れるのがね、これだとめっちゃ楽だったんですよ。はい、こちらなんですけれども、これに水を入れるとき開けるじゃないですか。まあ今入ってるんですけど、開けてこれね、ほらちょうどこうぴったりはまるんで、この立ててキッチンに置いて水を入れることができてね、すごい楽だったんですよ。ここ傾けなくていいっていう。ただし多分これからはね、これつけると、ほらもうこれつけるとこう傾けなきゃいけなくなるから、それが多分嫌かなってね、自分の中では分かってるんですけれども、それ以上にね、普段の水漏れがねすごい嫌だったので、跳ねるんですよ、水跳ねがすごい嫌だったので、シャワーをね買いました。はい、こちらは、はい、今落ちちゃったんですけど、パッキンが2つぐらい入ってますね、もともと。これは調整してくださいっていうことだと思います。1個でいいタイプの方と2個が入れた方がいい方が、ね、いるかなと思います。まあ、僕は1個でいきますね。もともとのこれもね、1個しか入ってないので、多分1個でいけるんじゃないかなと思います。つけていきます。さあ、つくか、緊張の一瞬。これサイズ合わないと本当普通につかないだけだから。つきそうです。はい、つきました、バッチリつきました、完璧につきました。やったね。はい、ということでつきました。案の定こいつはまあ無理なんですけど、傾けて入れるしかないですけど、それ以上にシャワーの出具合どうか。はい、まずシャワー、あ、めちゃめちゃいい。こういうシャワーはですね、普通に100均とかでも売ってるんですけど、なんかね、この細かくないらしいんですって、一本一本のこのシャワーのあれが、だからほら全然飛ばない。今こんなところにスマホを置いて撮ってるのに、スマホに水が飛ばない。
じゃあ全開にしてみましょう。全開にしても水が飛ばない。すごい。あ、これはすごい。柔らかい、めっちゃいいシャワーです。じゃあストレート、ストレートに切り替えましょう。ストレートは、あ、ストレートはこれまでのストレートの方がいいですね。まあそりゃそうか、これまでのあの太いか、太かったから1本のストレートが。でもそんなにめちゃめちゃ飛ぶっていう感じじゃないですね、ストレートだ。その威力がすごい下がったかって言ったら下がってもない。今全開です。あ、でも威力が下がったか。全開にしてたらね、これまでドバドバドバって飛んでたのに。一回じゃあこれまでのやつ見てみます。もう一回外して、こんな感じです。これまでのやつを見てみると、全開にするともうこう、これ通常の状態。めっちゃ飛ぶんですよ。跳ねるんですけど、こいつにすることですごい羽がなくなると。なんかここにあるぞ、レバー。これなんか、あ、これ関係ないか。切り替えもね、スイッチでワンタッチなのですごいいいです。サイズ感だけ、ほんとほんとサイズ感だけで気になるな。めっちゃいい。はい、こういう感じですね。まあこの蛇口の白とね、ここの白がまあ合ってるのでいいかなと思います。うん、そんなに違和感ない。やってみても、こうやって見てもそんなに違和感はないですね。うん、いいものを買いました。シャワーもすごいいい。で、一応こう回転すると35度回転しますよ。うん、素晴らしい。はい、ということで今回は、まあ、こういったねアダプターもついているので、こういうタイプの、ね、やつじゃなくてもつきますよみたいなことではあるんですけど、つけられないタイプの蛇口もあるので、その辺はですねちゃんと調べてからご購入ください。はい、ということで今回はキッチンシャワーのご紹介でした。またねー。ちなみにですね、この備え付けのね、こいつはですね、家を出るときにね、また必要になるので必ず取っておいてくださいね。わかりやすいところに残しておきましょう。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。あんな感じでね、簡単に切り替えられますので、お試しくださればと思います。でですね、交換したものはですね、僕はこの位置の奥にね、袋で入れてしまってあります。実はこういうね、ちょっと見づらいと思うんですけど、排水口の蓋、排水口の蓋とかも全部ここにしまってます。もう自分のお部屋とかどっか持てちゃうよりも、やっぱキッチンのものはキッチン、トイレのものはトイレみたいな感じで、でもね、そこにまとめておいた方がいいと思うので、ね、そこにまとめてあります。はい、ということで今回は、シャワーヘッドのご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。